銃殺刑。銃殺刑は、銃を用いて、被刑者を射殺することにより、死刑を執行する処刑方法である。銃殺刑には、軍法に基づいて開かれた、軍法会議による判決によって行われる、銃殺刑と通常の刑法に基づいて開かれた、裁判による判決によって行われる、銃殺刑がある。現在では、通常の刑法による刑事罰として、 銃殺刑を採用している国は非常に少ない。EU 加盟国は通常犯罪に関する死刑制度は全加盟国が廃止しているが戦時の際の死刑については権利として認められていることから軍法上の銃殺刑が存続している国もある。しかし EU 加盟国でこの権利を根拠とした銃殺刑が実施された事例は今のところない。近年は 戦時や軍法からも死刑を廃止する国が増えている。重殺刑は、軍法違反者への最高刑罰であり、軍人に対する最も一般的な死刑である。重殺刑になった軍人は戦士とは扱われず、給料も支払われず、遺族への年金も支給されない。また戦死者が埋葬される、国営墓地などにも入れない。旧日本軍においては、重殺刑になった軍人は、 安国神社に祀られなかった。一方、上級階級の軍人を恥かしめる処刑を行う際には、銃殺刑ではなく、公使刑が用いられた。第二次世界大戦後、連合国は、先般とされた、数軸国側の主な軍人の処刑には、公使刑を用い、なぜ、銃殺の名誉を与えないのか、などと批判された。例えば、本間正春は、 軍人としての名誉を重んじられ、軍服着用を認められた上で、銃殺刑に処されているが、山下智之だけは、囚人服姿で、公主刑にされている。またヒトラーも暗殺計画に関わった軍人を、公主刑などに処している。ポーランド、ソビエト連邦、デンマーク、ノルウェーなどでは、第二次世界大戦後の戦争犯罪者の処刑に、銃殺を用いていた。 このほか、ナチスドイツにおいては、処刑方法として、銃殺刑以外に、ギロチンによる斬首や公死刑が行われていた、ナチス政権下では、銃殺刑よりも公死刑の方が残酷極まりない刑罰との考え方があっため、自分が公死刑になると聞いて、銃殺刑を願うが通らず服毒自殺した、ヘルマン・ゲーリングなどの幹部がいる。霊人時代のチェイカー。 スターリン時代の大粛政においても、銃殺刑が容られており、ただし、厳密に言えばこれは、拳銃で後頭部を撃ち抜く射殺、エクスキュージョン外シューティングにあたり、ソ連崩壊後も死刑を廃止した近年まで、ロシア連邦において行われていた。恐怖政治の象徴として認識される側面もある。軍法による銃殺刑は、自国の軍人だけでなくゲリラ活動を行った。 ものなどに対しても行われる。ゲリラや占領地で反抗的な行動をしたと事実の遺憾に関わらず、占領地の軍が判断した場合も含む銃に対して、見せしめとして公開処刑で執行される場合もあるが、このような行為は国際条約違反であり、条約批准国の軍人が行えば、軍法会議によって重い刑罰を科せられ、銃殺刑になる場合もある。また、 条約を批准していない国の軍人が行った場合でも公選国が条約批准国だった場合には相手国の軍法会議によって銃殺刑にされる場合がある。また中国や北朝鮮などでは軍隊が司法警察権と司法裁判権を持っている逮捕、裁判、刑執行をすべて軍隊が言ってしまう場合があり、軍隊が逮捕し軍法会議によって 死刑判決が出た場合に殺刑を用いている。銃殺刑において、しばしば公開処刑としていることが多く、国家権力が犯罪抑止の一環として行うケースも見られる。銃殺隊、ファイリングスクワットは、数人の兵士で構成され、刑の対象となる人物に向けて同時に射撃を行うことにより、刑が執行される。数人が一斉射撃することにより、 一人で射撃する場合、銃殺、射殺に伴う射殺失敗を防ぐことができ、また銃殺隊のうち誰が致命傷となる弾丸を撃ったのかわからなくて済むという効果もある。処刑される人物は通常、目隠しを顔に巻きつけられたり頭にフードをかぶせられたりするか、あるいは動けないように縛られるなど拘束される。銃殺隊の前に立たされることもあれば、座ったまま射殺されることもある。 場合によっては、銃殺隊のうち一人だけに、実行の代わりに空砲を装填した銃が渡されることがあるが、誰に空砲入りの銃が渡されたかは、決して明らかにされない。これは、銃殺隊の一人一人の心の負担や罪悪感を軽くし、処刑にあたって隊員が動揺するなどの事態を防ぐためとされている。銃殺隊員たちは処刑後に、自分の銃は空砲だったかもしれない。 自分は殺さなかったかもしれないと考えることができ、他の隊員に責任転嫁をすることもできる。もっとも、射撃に熟練した兵士は、反動の代償で実法と空法の違いを判断することはできるが、後々の心理的な利益のために射撃時の反動に注意を払わなかったり、後で、あの反動は空法のものだったと思い込んだりすることがある。銃殺隊による、銃殺権は重による、 他の処刑、例えば拳銃で首の後ろを打つ射殺などとは区別される。だが、こうした拳銃によるとどめの一撃、慈悲の一撃は、銃殺隊による銃殺とともに使われるとがある。例えば、銃殺隊の一斉射撃で即死していなかった場合、拳銃で止めが刺される他にも、一斉射撃の後で処刑を確実なものとするため、銃殺隊長が必ず拳銃で止めを刺す場合もある。 現代のアメリカ軍では死刑を駐車刑としており、軍法上も銃殺刑はない。1976年以降軍法会議にて死刑判決を受けているのは7名しかおらず、死刑執行は1961年4月以来行われていない。1961年4月に行われた最後の死刑執行は強姦と計画殺人未遂罪であり、公死刑が出された。 旧日本軍における死刑の執行は、重殺刑であった。すなわち、陸軍刑法21条に、陸軍にお手死刑を執行するときは陸軍法がを、管轄する長官のテーブル場所にお手重殺す。海軍もこれに順じて、海軍刑法16条に、海軍にお手死刑を執行するときは海軍法がを、管轄する長官のテーブル場所にお手重殺す。その方法は、 処刑者の目を布で縛るか、顔全体を覆う麻袋を頭から被かせた上で立たせこれに対し証拠または、可視官の指揮する一部隊の一斉射撃をもってされた。21世紀初頭現在の中国では、世界で最も多くの死刑が執行されており、一般犯罪者の死刑執行に銃殺が行われる場合があり、稀に一般公開もされていた。2007年以降、 中国での銃殺刑の公開処刑が世界的に非難されたため、現在は非公開で執行されている。受刑者は後ろ手に縛られ、身動きができないように二人がかりで座らせられた後、後ろからライフル銃で後頭部、または胸部を撃たれて処刑される。アメリカ合衆国成立後、及びその独立前、1608年から1987年までに142人が、 判決で、銃殺刑に処されたとされる。多くは、南北戦争時の脱走兵やスパイだが、一部は、軍人ではなく一般の犯罪者である。ユタ州では、長年死刑に銃殺刑が使われ、志願した5人の警官により銃殺隊が組織、されていた。2004年に銃殺刑を禁ずる州法が成立したが、それ以前に銃殺刑の判決を受けた、死刑州には訴求しないため、 1985年に死刑判決を受け、重殺刑を求めていたロニー・ガードナー死刑囚に対して2010年6月18日に1996年以来14年ぶりに執行された。その他、アイダホ州とオクラホマ州では未だ重殺刑は適用可能だが、現在では薬物注射による処刑、薬殺刑、注射刑が主流であり、 銃殺刑は一万一の場合のバックアップとして規定されているに過ぎない。しかし、薬殺刑は失敗すると死刑囚に多くの苦しみを与えることから、死刑賛成の立場からは、銃殺刑を復活させようとの意見が聞かれることがある。タイノンダブリー県にある重罪判専用のバンクワン刑務所に渡りで唯一の処刑場があり、残守刑が廃止された1935年から、 虐殺刑が導入された2003年まで、銃殺刑が行われていた。H&KMP 5ドイツ製短期艦銃及び、ライフル銃が使用され、死刑囚に目隠しをして十字架に対面させ、両手、両足、胴を拘束し背後から射撃するというものだった。サウジアラビアでは現在でも、死刑の執行方法として、銃殺刑があり、死刑執行人によって行われている。 その方法は死刑囚の頭に袋をかぶせ、アラー・アクバルと唱えながら頭に銃口が触れるほどの近距離から頭を撃ち抜く公開処刑であり、この様子は国営放送で生放送されている。インドネシアでは銃殺刑が一般的な執行方法として用いられており、2008年11月9日にはバリ島爆弾テロ事件の実行犯3名が銃殺刑に処された。 近年は麻薬の密輸に関わった外国人が重殺刑に処されることが増えており、2013年には執行停止を求めていたブラジル及びオランダ政府が中インドネシア大使を召喚して抗議を行い、2015年にはオーストラリア政府が死刑囚2人の執行停止を求めるなど各国と対立を深めている。北朝鮮やベトナムでは 麻薬密売人などに対して用いられることがある。アラブ諸国ではサウジアラビアだけではなく、イエメンやイラクなどでも執行例がある。ソマリアではイスラム教過激派などにおいて重殺刑の執行例があり、公開処刑と行われていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。